センターオフィシャルからスタートいたします。仮面ライダー役ということでオファーが来た時の率直な感想を、最初に話をいただいた時は多分僕が出ることによって、仮面ライダー史上初の R15 指定になるかもしれないという噂もちょっとあるのでその辺は気にはなってはいるところではあるんですけど、まず決まってすぐに家族に報告しまして、仮面ライダーというと本当に若手の登竜門というか俳優からすると一回通ってみたい、門に、特に近年なっているのでもしかしたら僕も福士蒼汰とか佐藤健みたいにこれをきっかけにブレイクできるんじゃないかっていう個人的な喜びと共に家族に伝えたんですけれども多分みんなとは仮面ライダー好きな仮面ライダー違うと思うんですけど僕は一番は V3 赤いマスクの V3 です。で V3 の最終回に亀バズーカーというのが出てくるんですけれどその亀バズーカーがとんでもなく強かったのを覚えていてご共演されてまた印象とかいかがでした？そうですね僕周りの人からたまに沢村さんに似てるねと言われることがあるんですけど今回クランクインの日に沢村さんご本人からうちの息子より似てるというふうに言っていただいたのでその息子役として大きな自信を得て演じることはできました。なるほど沢村さんどうですか山本さんとご共演されて息子役でいらっしゃいましたが今回こうやってライダーの役ができたのも山本君僕同じ事務所なのでやめてください今ならバーターで出られるんじゃないですか息子以上のものを感謝というかそういったものを山本君には感じて現場でも感謝の気持ちいっぱいで演じさせていただきました。